朝日大学病院は岐阜県岐阜市にある学校法人朝日大学の付属病院。1943年に開設された村上外科病院を前身とする病院である。診療科26科、病床数400床を有する病院である。日本医療機能評価機構認定病院、臨床研修指定病院、救急指定病院として岐阜県知事により告示されている。 岐阜駅から徒歩10分以内という場所に立地しており、岐阜市中心部の地域医療を担う、機関病院の一つとなっている。本院は、村上次郎により、岐阜市若宮町に、社団医療法人村上外科病院として設立され、地域医療及び医学、私学教育への貢献のために、学校法人である岐阜市科大学に寄付された。全身の名前にある通り外科を中心とした、 病院であったが、大学病院への移行に伴い内科も設置され、岐阜市橋本町への移転や、大学の名称変更に伴う解消を経て、現在に至っている。診療面に関しては、外科部にや特にヘルニア外科と整形外科に強みを持つ。ヘルニア外科に関しては、昭和30年代から京都大学出身であった村上次郎初代委員長によって、 小児ヘルニアの日帰り手術が行われていたほか、現在でも全国有数の症例数を有している。また、整形外科に関しては、初代教授であった井上史郎医師が現在一般的な骨折治療で用いられている方法の一つであるレジン、総外固定法や大腿骨頚部骨折に対するつばつき CHS を考案したほか、早くから、 リウマチの外科治療に取り組むなど高度な診療水準を達成している。リウマチ、人工関節のほかスポーツ外傷、特に全十字人体再建術、脊椎外科分野には、県内外から多くの患者が集まる。脳神経外科においては、脳神経外科設置病院が多いディフィ療圏の中で、専門的な診療を行っている。眼科は、網膜疾患やガラス体手術にも、 積極的に取り組んでいる。歯科高校外科においては、歯科二次医療機関として、南橋市や高校腫瘍などの症例を、障害患者を中心に診療している。内科関連に関しては、消化器内科においての内視鏡検査では、一般のものの他色素内視鏡や、拡大内視鏡も用いられており、癌治療などを中心に実績を上げている。救急医療にも積極的に取り組んでおり、 岐阜市病院軍林番制に参加し、年間5000人以上の救急患者を受け入れている。また、脳卒中に関しては、本院には2004年より、脳卒中センターが開設されており、脳卒中専門治療チームによる救急診療体制が整えられているほか、救急隊やかかりつけ医などから直接専門医に連絡が行える、脳卒中ホットラインが開設されている。 設備面においては MRI や16列マルチスライス CT、マンモグラフィなど多数の高度医療機器を備えている。施設面においては1994年に東館が増築され人間ドックを行っている総合検診センターや40床からなる血液浄化センターが設置されている。また本院は2002年に岐阜県下で最初に マンモグラフィ検診施設の認定を受けている。病棟内には術後管理や重篤な患者を扱う白が10床整備されているほか、40床からなる回復期リハビリテーション病棟を設置し、急性期を脱した患者のケアを行っている。2014年に西立が増築され、増床及び総合検診センターの移転、放射線がん治療設備リニアックの設置が行われた。 また、寄阜県下発の病院内のコンビニがオープンした。その他の特徴として、大学の付属病院という性格を持つため、スタッフのほとんどは教育スタッフとなっている。また、地域医療の担い手として、地域医療連携室を設置するなど、病診連携にも積極的である。また、それに関連して本院は、開放型病床を20床設けており、 解放型病院としての基幹指定も受けている。ありがとうございます。